さあ、ロールオフやってきました。いや、バチバチのロールオフはね、面白いよね。面白いよね。じゃあ、残ってる人見ていきましょう。ボイジャー、それからユッケさんに、ハッピーフォールスイートさん、そしてクリスタルドルフィン、ホックスさん、スケルトンソード、そしてブラボさんに、ライティ。さあ、以上8名で、決勝ラウンド1戦目、決勝ファイナル、ロールオフを行っています。で、まあ、今回パターンで言うと、青は4ジャンかな？青は4ジャンで、オレンジが壁増し。ということで、まあ、まあ、オレンジはね、このオレンジのパターンの中で一番難しいやつが来てます。で、青は青のパターンの中では一番簡単なやつが来てるということで、まあ、耐久するとしたらそんなに難しいものではないと。ただ、この、4ジャンっていうね、あの、ジャンプすれば耐久は簡単なんだけどっていうやつは、この掴み合いにおいてはね、ジャンプするってもうリスクでしかないから、あんまりジャンプできないんですよね。床渡りが基本になっていくので、そういう時に、戦うっていう目線で見ると結構、うん、立ち回り難しいんじゃないかなと思いますね。さあ、8人、当然誰も落ちることなくここまで来てます。まだね、序盤なので、ロールもそんなに早くないし、で、スライムもね、そんなに上がってきてないっていうところで、なかなかね、まだ仕掛けるっていうと難しいと思います。ただ、この周回が終わった頃に、まあ、だいたい5分の半分が過ぎるんですけど、そうなってくると、どんどんね、今度は青が、さあ、ボイジャー落ちてしまう。今度ね、どんどん青のスピードが、オレンジより今度は速くなってきて、で、まあ、スライムが上がってきてるのも相まって、だんだんね、渡れるルートっていうのが限られてくるようになるんで、そうすると、そもそもこんだけ外出が密集してるっていうだけで、体感で落ちてしまうということが起きるようになります。そうね。まあ、このパターンだと、ただ今、ライトさんやってるように、壁抜けしちゃうっていうのも、一つの防御方法なのかなと。さあ、スケルトンソード。ナイスファイト。さあ、ただ、しかし、なかなか落ちない。さあ、ユッチェさんがちょっとライティに牽制を入れていく。動きをしましたが、ライティブレません。さすがです。さあ、右でブラボさんが壁抜け。ドンバイ。さあ、残りは5人。まだ結構いるけど、さあ、ハッピーホールさん落ちてしまう。クリスタルドルフィンも落ちてしまう。というところで、さあ、残り3人。ユッチェさん、フォック。フォックスさん、ライティ。さあ、中で争う2人。さあ、ライティも来る。さあ、残り3周です。なしになってしまうのか、誰か勝てるのか。さあ、つかみ合いも、当然落ちてはいるが。うわぁ、ライティ生きてんの、それ。なるほど。さあ、残り2周。いやー、押し込んだように見えたが、フォックスさん生きてます。いや、うまい。ユッチェさんがこかされていく。さあ、残り、一打ち。ライトかフォックスか。さあ、残り一周。さあ、どうなる？どうなる？さあ、押し込みも決まらない。どうだ？どうだ？入らない、入らない。いや、どうなったかというとこでしたが、残ったのはホックスさんでした。おめでとうございます。1勝目。ナイス。さあ、止まるな、危険スペースです。
ファイナル。ボイジャーさん、さあ、ホックスさん、ニンニン、クロ先生、ディスコさん、エダレさん、チュンチュチさん、ナンバー2、そしてニサちゃん、以上9名です。さあ、ホックスさん残ってます。これは、可能性としては全然あるファイナルが来ました。そう、他の人もね、カット、おっと、落とされていく。チュンチュチさんのつかみが刺さったのかな？結果的に。さあ、これで、このマッチでは決まらないということになりました。さあ、どうなる？さあ、外側にいるんで、全体見やすいかなというところですね。さて、まあだいぶ中の方は何もない状態が続いてるんですよ。さあ、ここでニンニン飛び込んでいく。さあ、残っていけない、いけない。さあ、こうなるとどこだどこだ。さあ、ディスコさんがいいとこ取ってる、いいとこ取っているが、どうだ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 、残っていった。いや、他のところ全部やり合って消す流れになっちゃったんで、これはディスコさんがうまかったですね。さあ、2戦目勝っていったのはオールウェイズダークディスコ。ジジ、ナイスです。さあ、もちろんそれはそれとしてなんですけど、さあ、ファイナル残っている方紹介していきます。まずボイジャー。さあ、言わずと知れしたブラストボール最強の男です。男か、ちょっとごめん、わかんないのに、今男って言ったけど、ブラストボール最強のプレイヤーです。それからチアさん、チアさんがいればブラストボールは大丈夫。ね、本日、リーグ1最終戦を迎えたチーカマさんのね、配信の中で、チアさんとはチームメイトだったんですけど、まあ、そう、チアさんがいればブラストボールは大丈夫だからっていうのをね、よく聞いてました。さあ、そしてオールウェイズダークディスコ。さあ、一勝しているディスコさんがファイナル残ってきました。こうなると結構どういう展開になるかっていうのは難しい感じになると思います。さあ、そしてユッチェさんです。いや、ユッチェさんはね、本当に強いから。あー、もちきなこさん、どんまい。いや、でもファイナルまで残ってるんでね。まだまだチャンスあると思います。ユッチェさん、ありがとうね、今日も来てくれて。うわ、爆弾がやばい。そして、ハッピーフォールスイートさん。それから、エダレさん。エダレさんは第3回の優勝者かな。第3回、北韓国最強決定戦。まあね、基本的に今まで全部優勝決定戦に持ってかれるような感じにはなって、8戦、9戦かかってるんですけど。優勝決まるまで。さあ、ディスコさん落ちていく。これでまた新しい一勝が出ることになります。さて、どうなるか。チアさん落ちていく。黒先生、ドンマイ。浮かないんだよな、どういうことなの。浮かない、浮かない。どうなってんの、このボン。ボイジャーの受けが本当に怖い。空爆連爆でしたが、落ちません。落ちない。さあ、ユッチェさん落とされていく。ボイジャーさんの
受けが怖いんだけど、もうなんでそんなに浮かないの。さあ3人だから、どういうことなこの浮かない感じ。いやこれはでもラスト勝負になる。それはそ、いやこれは入っていく。さあハッピーフォール対エダレ、勝ったのは、ね、ハッピーフォールスイートさんでした。いや最後ジャンプ勝負ね、すごいギリジャンできてたんで、ハッピーフォールスイートさんお見事でした。おめでとうございます。さあ4戦目ロールオフです。そう、新たな一勝が生まれるということになります。残っているのはクマちゃん、ニンニン、ゼウさん、チェンさん、黒先生、サイカさん、ライティ、ニサちゃん、モチキナコさん、クマちゃん、ドンマイ。さあパターンとしてはそんな、さあ青は大穴、そしてオレンジは中穴になるので、まあ、そんなに難しくはないと。ただ、つかみ合いってなるとね。なかなか難しいかなとは思います。さて。どうなるかな。ゼウさん、チェンさん。いやー、そうそうたるメンツですが、果たしてどういう感じになっていくのか。さてさて、ニサちゃん落ちていく。はいはい。さあ、もちきなこさん、どんまいです。さあ、戦っている。戦っている。さあ、半分過ぎてますので、まあ、だいぶね、流れ的にはまた難しくなってくると思うんですけど、さあ、どういう戦いになるか。さあライティはさっきと同じですね。壁抜けを基本、おっとニンニン落ちていく。ナイファイ。さあ残ってるのは5人です。さあ中央ではすごい戦われてますが、さあゼウさん、ドマイ。さあ、残り4人です。あと3周ですね。ケンさん、クロ先生、サイカさん、ライトさん。さあ、耐えられなかった。さあ、クロ先生落ちてしまう。3人。やっぱり大事に動く分、結構終盤までいきますね。さあ、あと2周。さあ、新たな一勝が生まれない可能性も出てきているが、
ささいかさん、大穴超えられ、おっと、ケンさん、行き過ぎてしまったか、今のは。ということで、勝ったのは、ライティです。おめでとうございます。ライトさん、1勝目。さあ、ファイナル残っているのは、黒先生、ボイジャー、ユッチェさん、ハピホルスイートさん、エダレさん、チアさん、ニサちゃんです。さあ、右外周空いていきました。さあ、そっから、空いたから、さあ、こうなる、こうなって、こうで、さあ、ここで合流。さあ、これで、どっち、そっちが空く。さあ、あるぞ、あるぞ。さあ、ハッピーフォールさん、これは、行くか。決めていく、ナイス、2勝目。さあ、初めて、短期決戦になり、短期でもないけど、ハッピーフォールスイートさん、ロストテンプル優勝で2勝目あげましたので、優勝となります。